こんにちはまゆみです今日もドビッシーのアラベスクの一番の冒頭部分から始めますそれではよろしくお願いします今日から学語を1日1つまたは2つ絞って しっかり覚えていただけるように楽しく進めてまいりますのでどうぞよろしくお願いしますえー、まず昨日はクレメンティの誕生日でしたで今日は ラインハルトが生まれれたた日だそうでですすははいい、えーね、お教えしたいのはこれです先日私ブルグミュラーの「ボッカっていう曲の演奏の動画を上げておりますけれどもここにあるこれねこれですすごくよく出てくるのでこれはね是非覚えておかれるとあのとても役に立つと思いますよ。 はい、えっ、ー、とですねまずこの「ドルチェ」というものなんですけれども「ドルチェ」というのは、えー、イタリア語で「甘い」っていう意味なんですね。イタリアンのレストランに行きますと「本日のドルチェ」というふうに出ます。これはデザートっていう意味なんですね甘いいっていうことですからね。 だから「ドルチェ」という指定が出ていた場合はあ甘いいいい優しい、ね、柔らかく、ね、弾くんんだななというそういうそ指示なんですね、はい、これからあのイタリアンの、ね、レストランに行かれた時には「あこれはデザート」っていう意味だけど「甘い」っていう意味だから音楽で使う場合は「甘く」とか「優しく」とか「柔らかくという意味な」という意味なんだなというふうに えー、思い出していただけるとちょっとねあの会話に使えちゃったりするんじゃないかと思いますねそして次にこれですねはいカンタービレですねカンタービレといえばのダメカンタービレののダメカンタービレなんですよカンタービレというのは、えー、イタリア語でカントっていうのは歌なんですねソングってことです ですので歌のように歌うようによくメロディーを歌ってくださいってい意味なんですのだめカンタービレってそういう意味なんです。よねあのねのだめカンタービレっていうのは実は、えー、私の母校が、えーはい、母校のことなんですあれ母校が、えー、その会場になってまして。 あの中に出てくるねあの場所の指定が「あのベーハーでね」とかって書いてあるんですね「M ハーの前でね」とか「あそうなんだ」って思う「えー、ベーハー」っていうのはベートーベンホールって意味なんです。で「M ハー」っていうのはモーツァルトホールって意味なんですけどね今はあの綺麗に立て替わりましたのでちょっとだいぶ変わりましたけれどもホールの中身が変わったわけではないんですけどね。えー、この カンタービレっていう漫画を描かれた方っていうのはすごく面白いあの私なんか酔っ払い研究所っていうのが面白いなと思ったんですけれどもあのすごく内容もあの詳しく描かれていますのであのところがあの結構私たちにとっては衝撃的なあの漫画でしたが今の生徒たちはあまり知らないですですからすごいジ,ジェネレーションギャップを感じております。今年の新入生ね。 15歳16歳はね「のだめカンタービレ」って言ってもあんまりピンとこないんですよ10年前の生徒はね「ああのだめのあの子ね」って「樹里ちゃんね」とか言ってたんですけどねというわけで「カンタービレ」というのは「カント」というのが歌で歌うように歌うようにこのメロディーをよく歌ってくださいという意味ですはいこの2つ今日は覚えていただけたら嬉しいですドルチェというのは甘く優しくという意味で「 音楽ででで使う場合すすねイタリアののレストトランに行ったらデザートのことですそして「カンタービレ」というのは「歌うように」つまりこの「ボッカの出だしというのは「優しく歌うように出てきてね」という意味ですのでここですね。というふうに「優しく優しく弾いてください」という意味です。ははいそれでは、えー 今日はこの2つね覚えていただけると嬉しいですそれでは、えー、これからもこのように絞ってまいりますので毎朝6時、えー、約5分ちょっと今日も6分出てしまいますけれどもお届けしていきますのでどうぞチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします最後まで見てくださってありがとうございましたまゆみでした